サッカーの技術の中で、ドリブルはテクニックが、特徴になりますが、それだけでなくてスピードと体力が必要になります。なかなかゲームの中で活躍できない選手についてはどうしても頑張って走ることができなければいけません。スタートのコーンとコーンの間からスタートします。そしてゴールのコーンとコーンの間でボールを止めます。スピードに乗った状態でもいつでも止まれるように、いつでも曲がれるように、いつでも蹴れるように、そのためには途中からスピードをダウンしてだんだん止める準備をするのではなくて、トップスピードでやりきりながらしっかりボールを止める。スピードに乗った状態でもいつでも止まれるように、いつでも曲がれるように、いつでも蹴れるように。短い距離と同時に長い距離のトレーニングが必要になります。このトレーニングでもスピードと体力を鍛えることができます。3タッチ目でゴール、1、2、よし。さあもう一回2タッチ目でストップ。細かく、そうそうそう、うまいうまいうまい。そう、OK。 さあじゃあこれも歩きながら行ってみよう。